はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。今日はですね、ちょっとね、画角っていうかなんか見え方が違うと思いますけれども、これまでと違ってですね、ちょっとね、テーブルを手前に引きました。なんでかっていうとね、肘をつきたかったからですね。ちょっとね、こんな感じでリラックスしてやりたいなと思って、レイアウトをちょっと変えてみました。まあ、本当にちょっとだけなんですけどね。もともとですね、これね、壁側にこのテーブルがついてたので、その上にカメラを置いてたんですね。だから、こうね、この上にどんどんやると、カメラが揺れてたんですね。こんな感じですね。こうテーブルがあって、向こうにカメラ置いてあるって感じかな。なんで今はですね、CX900 で撮っておりますね。はい。NX5R は今回は使っておりません。あのね、これで撮るとね、画角が狭くなっちゃうので、本当はね、このテーブルを映したいんですけど、これはテーブルがね、入んない。だからしょうがなくこうしております。ライトはそのまま4のですね、600灯をそのまま使っておりますね。こうやって見るとちょっとスタジオっぽいですね。もういいじゃない。それと、今ねかなりねカメラが遠くなっちゃったんですけども、この場合ねこういちいち操作するのがめんどくさいでしょ。でも CX900 ってねちゃんとリモコンついてたんですよ。これ全然使ってなかったんだけど、だからこうやってズームできるんですよね。これ楽ちんだよね。だからちょうどですね、今日紹介したいものをですねここに映しちゃうんですけども、こちらでございます。マインクラフトコレクタブルのミニフィギュアミステリーパックってやつですね。それのネザーラックシリーズです。これをですね、4箱買ってきました。ですね、トイザラスに売ってましたね。すでにですね、これをですね、多くの方がレビューしているので、今更感があるかもしれないですけども、まあ、うちね、マインクラフトの P 実況やってますので、それ気になってですね、買ってみました。ラインナップは全部で12種類あって、スティーブ、ウィズダイヤモンドアーマー、スクイード、あとガスト、ムーシュルーム、これウィザースケルトン、あとゾンビインフレームズ、それとブレイズでしょ、ゾンビウィズアイアンアーマー、スティーブウィズマインカート、アレックスとケイブスパイダー、あとスケルトンホース。スケルトンホースなんているんだね。はい、以上の12種類がラインナップされてるみたいですね。じゃあ早速ですね、4箱一気に開けたいと思います。ちょっと2カメでやっちゃおうか。こっちのカメラもつけてね。やっぱね、NX5R の方が画質はいいんですよ。だから本当はこっちを使いたいんだけどね、画角の問題でね、しょうがないんだけど。じゃあ開けたいと思います。はい、よいしょ。あ、こういうのに入ってんだ。放送されてんのね。よいしょ。何が出ますか。お、あ、これスケルトンだね。このウィザースケルトンってやつ。ウィザースケルトンって何なんだろうね。ウィザーネーザーじゃなくてウィザー。はい、では2箱目開けます。さてこちらは何が出ますでしょうか。できればスティーブダイヤモンドアーマー欲しいね。あ、ブレイズ、ブレイズですね。3番目は3箱目は何でしょうか。アレックス、アレックス金のツルハシ持ってるね。はい、じゃあ最後の1箱いきましょう。スティーブ、カモン、おほほほほ、スティーブ来ましたね。スティーブ、ダイヤモンドアーマー。はい、まず最初に出たのがこちらですね。ウィザースケルトンってやつですね。なんかこう、真っ黒いスケルトンだね、これね。ウィザースケルトン、ちょっと初めて聞いたので、皆さんご存知だと思うんで、教えてください。そして2番目に出たのがこちらのブレイズですね。下がね、ちゃんとクリアパーツになってますね。これいいね。かわいいね、このシリーズ。そして3つ目に出たのがアレックスですね。アレックスちゃんと髪が肩にかかっててかわいいですね。そして金のツルハシ持ってます。後ろ姿はこんな感じ。そしてこちらがスティーブのダイヤモンドアーマーです。いや、よかった、これが出てよかった。ちょっとちゃんとね、なんかテカってるところがいいよね。ダイヤモンドっぽいですね。はい、ということで今回ですね、このマインクラフトコレクタブルミニフィギュアミステリーパックネザーラックシリーズをですね、4パック開封しまして、割といいのが出たんじゃないかなと思いますね。ちっちゃくて見えないかな。はい、こんな感じでございますね。よかった、この箱もいいね。ネザーラックシリーズというだけあってですね、ネザーラックっぽいデザインになってるんだね。いいじゃないでしょうか。はい、ということでですね、今回はですね、新しいこの画角でやってみましたけれども、いかがでしたでしょうか。私としてはですね、これ肘がつけるし、まあ、肘ついた瞬間にカメラ動かないし、僕としてはすごいいいです、この新しいレイアウト。ちょっとね、後ろがね汚いかなって
という感じありますけど、またこれはですねおいおい直していきたいと思います。はい、ここだったらねエイシン君立ってね普通に映るでしょ、いいんじゃないですか。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。